はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。今日はですね、ちょっと自分で競馬の、ソフトを作ってまして、過去の動画を 見返した限りなんですが、そういややってねえなというのがありましたので、ちょっとね、これをご紹介をしたいというふうに思いますね。連休もね、まっただ、今日から始まったんですが、今日13日なんですけど、お盆なんですかね。私はありがたいことにお盆はずっと17日まで仕事っていうね、あれなんですけど、まあ例年だったら盆踊りとかいろいろなんか近所もねちょっと賑やかなんですが、今年はこんなこともなくですね、寂しい日を送っておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、ちょっとやっていきたいというふうに思います。残っちゃって話ですけどね、Excel からアクセスにこう連携をしてこうデータを引っ張ってくるとき、こんな感じで、よくコードがこうねバランバランになったようなことがありませんかね。まあクエリの方でもうまく調整すればいいものなんですが、なかなかね、そうもいかないという場合があるかもしれません。でその時なんですが、まあ大体何ですか、どこだっけ、見出しね、見出しが あると思うんですが、まあこんな見出しがあってこれをスコーンとつけますと、そうすると、このね、要は僕はこうね、馬番の、馬番順に並べたい、馬番順に並べたい場合にどうやって、やるのかというと、わずか1行なんですけど、こんな感じでできますね。はい、サブソート1の、レンジの A の7から A の、AL の25で、ソートキー1というふうにしまして、これをレンジの、A7 に設定しますね。はい、これで、まあここのね書き方もまあいろいろあるんですけど、まあこんな感じで、書きますね。はい、それで、どういうふうにするかというと、ここで、これだ、ここでトンとやるとちゃんとこう何並び変わるっていうのがなりますね。これは競馬のデータなので、まあ、大体引っ張ってくるものって大体こんなもんなんですけど、こんなもんなんですが、まあ端から端までっていう風にねスクロールオブビューで紹介した方法もありますので、まあ、それをやるとまあもうちょい便利かなと。まあ僕はここまでしかやらないので、今日はねレンジで区切っちゃいましたけど、で、最後に線を引く場合にはどうしたらいいのかというと、これもねカレントリージョンっていうものがありまして、いつだったかどこかで紹介したような気がしたんですが、カレントリージョン、要はセルの文字が入っている一つ上の余白の部分を全部選択するっていうことになりますね。ちょっとここ、コメント化してみましょう。はい、でここをドンとやるとこのように、全部がこのように選択されるような感じになってますね。カレントリージョンってすごい便利なので、知らなかった方、まだ自分のスキルになっていない方、覚えておいた方がいいと思います。それで、ここを、このまま線を引きなさいっていう命令をするとこのまま綺麗に、できるということになりますね。で、まあこんなことを一回一回やってはいけないので、どういうふうにするかというと、これは、コールステートメントで呼び出します。こんな感じで、ここに、コールとか、もうちょっと上に上げようかな、こんな感じでね、色分けとか、ソートとか見出しとかデータベースとか調教タイムとか、こういったものを一気にコールステートメントで呼び出しますということですね。じゃあやってみましょう。で検索フォームってやって、9日の新潟の02の06ので、12レースを設定するとこういう風にデータを呼び出してこのようにパーンと入ると、で色分けも全部されてますよということですね。はい、これちなみに結構いい配当ついたんですね。それをですねサブチャの 方で、僕に懇意にしてる方とね一緒にね研究していきましょうみたいな感じでちょっとやってるんですけれどもね。はい、でデータ削除ってやるとこのようにスパーンと消えるということになりますね。はい、
なんでね、これやろうかなっていうふうに思った時なんですが、今ずっと Python を勉強してまして、Python ばっかりやってるとですね、まあ、Excel もね、Access もね、ちょっと忘れてくるんですよね。いけないことだなというふうに思いながらですね、自分で一生懸命勉強してるんですけれども、やっぱり、前にも言いましたけどね、カンペあった方がすごい便利かなというふうに思います。自分がね、忘れた時に、あ、これって線引くコマンドなんだなとか、これって、並び替えのコマンドなんだなっていうのがね、デスクトップ上にあったらですね、皆さんの仕事もね、すごい早くなるんじゃないかなというふうに思っておりますね。はい。まあ、基礎的なことなんですけど、マクロを知らない方がですね、これを見たときに、わあ、すげえっていうふうにね、思いますね。僕もそういうふうに思ってたんで、まあ、ぜひとも皆さんね、連休中に、私のチャンネルなんかはまあ見るかどうかは別にしまして、なんか一個でもね、スキルを身につけていただけたらなという思いで、今日この動画を作成をいたしました。はい。本当はね、Python 使って CSV ファイルを読み込むっていうのをね、やろうかなっていうふうに思ったんですけど、まあまあまあ、それはね、ゆくゆく、ちょっとやっていきたいなというふうに思いますね。はい。今日は、こんなところで、終わりたいというふうに思います。別に手を抜いたわけではないんですけれども、うん。ちょっとね、マニアックなことばっかりやってるので、ちょっと最近はね、簡単なものもやろうかなというふうに思っておりますので、まあまあまあ、ぜひお付き合いのほどをよろしくお願いいたしますということですね。次回の8月18日はね、Python やりたいというふうに思ってますので、Python を、ちょっと、勉強した感覚なんですけど、ユーザー定義関数っていうのがあるじゃないですか。Excel の中でね、うん。ユーザー定義関数っていうのは、Python の方がめちゃくちゃいいですね。すごい利便性があるっていうふうにちょっとね、思いましたね。あとはクラスモジュール。まあ、皆さんに紹介しきれてはいないですが、クラスモジュールあるじゃないですか。で、クラスっていうのも、なんて言うんでしょう。Python の方が全然わかりやすいですね。そして、VLOOKUP なんか使えないみたいなことをね、ずっと僕言ってきましたけど、何ですかね、Excel を知ってる人っていうのは、この VLOOKUP とか、こういったものにどれだけ助けられてるのかっていうのを Python を勉強して痛感しましたね。言ってしまうとですね、車の、オートマチックと、マニュアルのね、ぐらいの差があると思いますね。やっぱり坂道発進なんか皆さんやっぱり免許取れたての頃っていうのはビビると思うんですけれども、オートマチックだとね、もうアクセル踏みはそれはね、下がることもなくどんどん行くんでしょうけどね、ああいうなんか基礎的なことが分かっていないと、VLOOKUP のありがたみも分からないなということを痛感した、2020年の8月でございましたね。ということで、今日はこの辺にしたいというふうに思います。次回のね、8月18日、また一緒に私とですね、Excel Access のスキル向上のため、一緒に頑張っていきましょう。プログラムも頑張りましょう。はい、それでは、お盆ですが、体に気をつけてコロナかからないようにしてください。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。